さあいきます NHK をぶっー増税の検討が何かと話題になる岸田文雄内閣総理大臣でありますが今から20年前岸田文雄衆議院議員が初めて国会で質疑をした時は減税を述べていたことが分かりました今回国会の議事録を読んでみたいと思います私は広島一区から参りました岸田文雄と申します 先ほどの米田議員と同じく自由民主党初当選でございます。どうかよろしくお願いいたします。それでは私も色々お伺いしたいものがあるわけですが、まずもって大変興味の中心であります。景気対策から始めさせていただきたいと思います。今回の布教一説には通常の景気循環、平均15ヶ月という説もあるようでございますが、そういった見地から考えましても大変深刻なものがあると思うわけであります。加えて今年は冷下、災害、そして円高、公共事業の発注、 施工の遅れなどなど特殊な要因が度重なりまして先行きは大変ぐらいものを感じるわけであります、えー、そういった中で政府は9月16日緊急経済対策を発表されましたし、えー、また9月21日には肯定具合1.75%これは史上最低水準であるわけでありますが、えー、そういった決定をされたわけでありますしかるにその後の状況を見ておりましても平均株価が2万円割れなどなどの減少を見る限り、えー、顕著な効果を表す そうういいった状況ののの中でで国民の不安は大変大変きいものがああると思うわけであります。そこで先ほど米田議員の方からも所得税減税についてご質問があったわけでありますが、私も多少表現を変えまして、このあたりをお伺いできればと思う次第であります。やはりこういった厳しい状況の中で私自身としては、アナウンス効果のある景気対策の目玉としまして、大幅な所得税減税、これは必要であると思うわけでありますが、これにつき まして細川総理も再三、その答申を尊重するとおっしゃっておられますようでございます。<laughs> 政府税庁におきましては、この場合、予算単年度主義、あるいは減税食い逃げ防止の検知から、所得税減税と消費税税率アップ等を確約する形でセットで行うという説があるようでございますが、私自身はそれについて疑問を感じておるわけでございます。そもそもこの議論を聞いておりますと、直感比率の見直しというあるべき税体系という問題と、景気対策とを何かごちゃ混ぜにしておられるのではないかなというふうに思うわけでございます。 考えました場合この所得税減税と消費税税率アップはセットで考えるということに関しては2つの理由から疑問を感じるわけであります。えー、1つは景気対策における心理効果という面から、また1つはこの所得税減税と消費税税率アップを仮にセットで考えてみました場合、その結果としまして、高所得者層には大幅減税が結果として出てくると思うわけでありますが、中あるいは低所得者層に関しましては、結果として減税効果は小さい、あるいは負担が大きくなるという結果があるのではない と思うわけであります。 そもそも景気対策ということから考えますと消費の拡大を主な目的にこういった議論が行われていることから考えますと元々高所得者層はどちらかというと貯蓄成功が大きく消費成功の方が小さい逆に低所得者層の方が消費成功が大きいということが言えると思うわけでありますそういったことから考えますとこの所得税減税の財源を消費税の税率アップに求めることにますます疑問を感じるわけでございます景気対策として消費拡大の 目的ののために所得税減税減財源を消費税税率アップに求めるのではなくして財源の方は次元立法による国債の発行あるいは経費節減等の政府の自助努力あるいは景気回復時の税収アップなどなどに求めるべきではないかと思うわけであります。もともと大蔵省の方は先ほども米田議員のお話にもありましたが所得税減税の効果については疑問を感じておられる反対であるというような意見ではなかったかと思うわけでありますがそういった中で 重なる部分もあるかもしれませんが、もう一度政府税調の論議等も踏まえた上で、この辺のお考えを聞かせていただければと思うわけで。 あります。え、大倉大臣のご意見を賜りまして、所得税減税に心的効果はあるというのはおっしゃる通りだと思うわけでありますが、ぜひその心的効果、より効果的に減出できるように、一層のご努力工夫をお願いしたいものだと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。そして今、所得税減税の話の中で消費成功のより大きいのは高所得者層より低所得者層の方であるということを申し上げたわけでありますが、景気対策として消費拡大の見地から言いますと、低所得者層の 消費を促す対策これはまた別に別途考えなければいけないのではないかと思うわけでございます例えばこういった層に一番効果があると私自身思いますのは教育減税とこの辺りが中心ではないかと思うわけでございますこういった低所得者層への 消費拡大の見地から教育減税などといった分野に関しまして、一層のご努力等必要ではないかと思うのですが、ご意見を例えればと思います。よろしくお願いいたしますえ。今一つの例として教育を申し上げたわけではありますが、それでは低所得者層の消費拡大、大きな意味での消費拡大という意味から何か目玉となるような考え方、 お考えがあればお聞かせいただきたいのですが、いかがでしょう、ございましょうか。はい。えー、ということで、また飛ばします。えーはい えー、ありがとうございました。それではもう一つ景気に関してお伺いしたいと思うのですが、これは先ほどの所得税減税にせよ、今申し上げたようなその他の減税にせよ、これから実施されたとしても効果としてはやはり来年度以降ということになるかと思うわけでございます。そういった中でも現在の状況は本当に厳しいものを感じておりまして、より即効性のある対策、何か考えられないものかなというふうに思っております。それで先ほど大臣の方から米田議員の質問に対するお答えの中で、戻し税 の減税これは大変、評判が悪いという話があったわけでありますが、私も実を言いますと、年末調整時に戻し税タイプの減税と即効性のあるものとして、何かできないかなと考えてはおったわけでございます。より早い時点での効果ということを考えて、何か大臣の方にお考えがあればと思うわけですが、いかがでしょうか。はい、ここも飛ばします はい、ありがとうございました。大臣の誠意あるお答えをいただきまして感謝しております。しかるに先ほど大臣自身も所得税減税のところで心理的効果、云々もおっしゃっておられたように、やはり国民の心理的な不安といいますか、景気に対する先行きの不安感、これは大変なものだと思うわけでございます。地道な努力ももちろん大切かと思いますが、ぜひそういった心理的な部分に働きかけるような対策、ぜひ何か目玉になるようなものがあれば、引き続き努力をお願いしたいものだと思います。よろしくお願いいたします。 次にこれは先ほど米田議員の質問にもありましたので多少重なるかとは思いますが相続税に関して二言私も非常にその厳しさを痛感しておる身でありますので改めてお伺いさせていただきます相続税につきましては巷の大変厳しい声を受けられまして政府におきましても平成5年度今年度の税制改正で 円農利子税の一部引き下げ等努力もされておられますし、また国税当局も相続税申請時に土地の評価を路線化と時価のいずれか低い方で評価することを認められるとか、それぞれ努力はされておられることには敬意を表し申し上げる次第であります。 しかるに実際、現在の巷たの声を聞きますと、本当に相続税に押しつぶされてしまうという悲鳴が多く聞かれるわけでございます。先ほど、米田議員のお話にもありましたけれど、日本の税収入全体に占める相続税の割合は各国に比べましても桁外れに大きいという事実もございます。特に東京を中心とする大都市では、そっちの相続はかなり困難という状況でございます。いろいろろな人の 立場の人間がいろいろな形でこの状況を投げておるわけでございますが、特に大都市圏におきます、事業継承という見地から、この相続税は大変大きな問題になっておると思うわけであります。この事業継承の見地から、やはり一層の努力、配慮が必要ではないかなと思う次第でございます。ご意見をお聞かせいただければと思います。 そういったご配慮をされておるということは認識しておるわけでありますが今お話があったのは現在そういったことで対応されておられるということだと思うわけでありますしかるに現状まだまだ厳しい声があるわけでありますですからこれからさらにということで何かそういった相続税に対する国民の悲痛な声に応える方策を考える必要があるのではないかと思うわけでありますがその点いかがでございましょうか ぜひ一層のご努力をお願いしたいものだと思います、えー。よろしくお願いいたします。以上、景気から始まりまして、為替あるいは金融問題、それから証券市場、相続税といろいろお伺いしてまいったわけでありますが、基本的には今の日本の経済状況、そして国民一人一人の生活は本当に厳しい状況で苦労しておる。そういう声がいろいろな問題を通じて湧き上がっているということを、つくづく私自身思っていろいろとお伺いさせていただいたわけであります。 これ以外にもいろいろな分野でご努力をお願いしたいと思うわけでありますがこういった厳しい時代の中で国民一人一人本当に明日の自分の生活について不安を持っておるわけでございます大臣そして当局におかれましても国民の明日に対して指針を与えてもらえるような力強い政策方針を打ち出していただければと思うわけでございますと申しましたのは例えば政府税調が16日に中間答申を出されるというようなことに関しましても 一部言われておりますのは細川総理訪米前に何かお土産を作るために答申を急いでおるというような話も聞くわけでございます。これはそういったことはないと思いますけれども、そういった声が出るというのは国民の政権に対する不安感の表れではないかと思うわけでございます。そういったことでより一層気持ちを引き締めて、そして国民にあるべき姿を打ち出していただければと思うわけでございます。以上大変 と思いますどうもありがとうございました岸田文雄衆議院議員のですね北海でのデビューということをもうちょっとねあの見させていただきました今度ですねま20年前のま岸田岸文雄議員のですねま違いのようなものをですねいろいろと感じる と,ところはあるかもしれません、まあ、20年も、ね、経っておりますので、えーまあ、もちろん立場も、ね、全然違いますので、まああの、考えが違うというのは当然ではありますけれど、まあ、でもですね、えー、岸田文雄総理には、ですねこの時の国民のに寄り添ったですね、えー、考えみたいなものをですねまあ、今一度思い出していただければなというところでございます。